今から1泊2日で車中泊に行ってきます。今回の行き先は赤井川という小樽市の隣にある村なんですけれども、キロロリゾートという道内最大級のスキー場がありまして、で明日は、朝一でキロロを滑る予定なんですが、今日はですね道の駅赤井川で、車中泊をして、明日そのままキロロへ向かいたいと思います。前回マイナス15度の中で車中泊した際に、このこういう荷室の鉄板部分からかなり冷気を感じたんですよね。なので今回はこちらの荷室の部分にですね、こういった断熱シートを貼ってですね、簡易的に断熱を施してみました。こちら側は断熱しないでそのままの状態にしているので、こちら側の断熱した部分とですね、温度の変化比べてみてですね、効果がありそうだったら今後本格的に断熱をしていきたいと思っております。今回ベッドキットの上の荷物をなるべく減らすためにですね、調理器具などは、全てこちらの天井収納に収納してます。走行中荷物が動いたりしないように、この100均の自転車のカゴなどに使うネットなんですけど、これを使って固定しています。先ほどから雨が降ってきて風も結構強いので天気が少々心配なんですが、気をつけて行ってきたいと思います。道の駅赤井川着きました。ここですね。道の駅赤井川に着きました。まだ売店もやってる時間なので少し買い物してきたいと思います。エブリィはこの場所に停めました。まだね、駐車場の奥は雪がかなり残ってますね。
ひとまず車内の準備が整いました。今回ですね、ベッドキットを改良して初めての車中泊となります。こんな感じで、ここをテーブルにしてサーマレストのマットを敷いたんですけど、このマットを敷いて、まあ、ここでね、アグラスタイルで、調理をしていこうと思うんですが、今回も焚き火用マットを上に敷いて調理をしていこうと思います。道の駅なんですが、スムーチコーヒーというね、美味しいフレーバーコーヒーが売ってるんですけど、まあ、そこの食堂はもう閉まっていたので、お土産コーナーのお土産だけ買いました。それで以前キャンプで赤井川に来た時に、キノコ王国の商品が多く売ってるのが印象的だったので、今回ですね、このなめたけと、なめこですね、これがスーパーで売ってるようななめことは違って、本当にこうキノコ感の強い本格的ななめこ、これを買いました。で、今日はこのなめたけでキノコの炊き込みご飯と、こちらのなめこを使ってキノコ汁を作っていきたいと思います。で、他にもですね、今回コーヒーカップを持ってくるのを忘れてしまったので、木製の、まあ、コーヒーカップですね、こちらを買いました。あとはですね、つい先日発売になったばっかりらしいんですけど、この赤井川のカルデラパンプキンスープという、札幌のですね、スープカレーの名店、ラッキョの店長さんが監修している、かぼちゃスープで、どうやらこうスパイシーな感じの、味らしいんですよね。これは家族へのお土産用に買いました。この密室の温度計ですけど、こっちの断熱してる側はここに両面テープでくっつけています。こっち側は、見にくいですが、こんな感じでマグネット式の温度計なので、鉄板にそのまま固定しています。今ですね、見たところ、こっち側が14度、こっち側は13度になってました。今車内比較的あったかいので、そこまで、温度の差っていうのはないような状況ですね。また夜になって気温が下がってきたら、経過を見ていきたいと思います。まずはメスティンを使って炊き込みご飯を作っていこうと思うんですが、白米をあらかじめ水につけておいたので、水切りをします。今回炊き込みご飯の具はこのなめたけの他に、焼き鳥缶の焼き鳥ですね、この鶏肉と、人参を入れようと思ってました。こんな感じで人参を切り終えました。炊き込みご飯に全部使うには少し多いので、こちらキノコ汁にも使いたいと思います。そして最後にこのなめたけですね、これも加えます。全部かけると多いので、まあ半分ぐらい入れようと思います。なんとなく混ぜておきましょう。ご飯を炊いてる間にキノコ汁の準備もしていきたいと思います。
車内温度、今12度ぐらいではあるんですが、やはり足元とかね、少し寒くなってきたので、マイダンをつけたいと思います。つきました。ガスを使うので、一酸化炭素チェッカーも設置しています。キノコ汁ですが、ちょっとね、さっきの人参を入れたんですけど、これの他にコンビニでミックスサラダ、こちらを買っておいたので、この野菜も加えたいと思います。それと、キノコですね。これを入れていきます。すごい。一株これぐらいあるんですね。二株入ってました。今回は一株だけ使って、もう一株は家にお土産として持って帰りたいと思います。こんな感じになりました。あとはここに水を入れてですね、煮込んでいきたいと思います。カセットコンロは今回も岩谷のマーベラス2を使っていきます。火をつけていきましょう。そうこうしてるうちに自動炊飯にかけていた炊き込みご飯ですけど、かなりね、湯気が立ってきましたね。いい感じでグツグツいってきたので、そろそろお味噌を加えようと思うんですが、簡単にこういったですね、インスタントの味噌汁を加えて味付けしていきたいと思います。一品完成しました。ポケットストーブの火が消えたので、タオルに巻いてですね、蒸らしていきたいと思います。そろそろ蒸らしもいい感じだと思うので、炊き込みご飯オープンしてみたいと思います。おー、いい感じですね。ご飯をですね、混ぜてこんな感じになりました。すごい美味しそうです。キノコ汁もですね、温め直してキノコご飯とキノコ汁、ご飯食べ終わりました。キノコ汁はですね、結構たくさん作ったんですけど、ペロッと食べちゃいましたね。で、炊き込みご飯が少し余ったのでおにぎりにしました。まあ、これは明日の朝焼きおにぎりにして食べようと思います。あとこの道の駅で買った木製のコップなんですけど、この飲み口が結構薄く作られてて、すごい飲みやすくてビールでも美味しく飲めました。現在時刻は7時36分ですね。これからカルデラ温泉という近くの温泉に行こうと思うんですが、寝床を先にセッティングしていきたいと思います。で、今回新たにですね、寝具、マットの方をね、新調したんですよね。で、これがフィールドアの車中泊マットの10センチ厚なんですけど、中にウレタンが入っていて、今まではコンパクトになる中が空気だけのエアマットを使っていたんですけど、やはりこう底冷えを感じるので、こういった中にウレタンが入ったものの方が底冷えしにくいかなと思って、今回これを使うことにしました。
今回車中泊マットの他にもう一つこの電気毛布も新調しました。というのもですね、今まで、定格消費電力が80ワットのものを使っていて、前回の車中泊の時は朝4時ぐらいにですね、ポータブル電源使い果たしてしまったので、今回は定格出力40ワットのヤマゼンの、電気毛布を導入しました。576ワットアワーの、リバーマックスであれば7時間使っても半分ぐらいしか減らない計算になるので、朝までは十分持つかなと思っています。赤井川カルデラ温泉着きました。夜になってね、結構気温も下がってきて冷えてきました。温泉入って温まりたいと思います。はい、カルデラ温泉行ってまいりましたが、めちゃくちゃいい湯でした。なんとね、価格が天然温泉でありながら400円とね、すごい安いんですけど、お湯の種類はですね、露天風呂と内風呂、合わせてですね3種類あって、少しぬるめのお湯から44度ぐらいのね、すごく熱いお湯まで楽しめました。サウナの温度も90度ぐらいで、すごくちょうどよくてですね、めちゃくちゃ気持ちよかったですね。体温まったので、また道の駅に戻ってですね、寝る準備していきたいと思います。これまではですね、フロントガラスのシェードはこのですね、ダイソーで買った300円のかなり生地の薄いシェードを使っていたんですけれども、それだとやはりこう冷気が入ってきたりとか、朝かなり結露して窓の内側がガリガリに凍りついたりっていうのがあったので、今回はこのアルミシートを間に挟んで、上からシェードで覆いかぶすようなやり方で断熱を測っていきたいと思います。内側から見るとこんな感じです。そんなに隙間もなく、しっかりフィットしているような印象です。外側から見るとこんな感じです。アルミを1枚入れております。こっちも前回同様、アルミマットで作ったシェードを使用しています。今車内に戻りまして、電気毛布をですね、弱と強のちょうど真ん中ぐらいで設定しました。エコフローは今残量 100% ありまして、だいたい出力が 41、2W ぐらいなので、おそらくこれで朝までは問題なく持つかと思います。寝る準備が整いました。寝る時の格好はですね、このように裏ボアのタイツの上にダウンパンツを履いています。上はかなり厚手のフリースを着ています。シュラフはいつも通りダウンハガーの3番と、その上にですね、ブランケットをかけてますね。気になる荷室の温度ですが、こっち側は今10度ぐらいですね。10度ぐらいなのに対して、こっちは約6度ぐらいになってますね。断熱シートを貼るだけでも4度ぐらいは温度が違うみたいなので、やはりこの鉄板部分を断熱するとそれなりの効果はありそうですね。はい、今シュラフに入りました。明日はキロロで滑っていきます。今ですね、パラパラと雨が降り始めたんですけど、これが運よくね、明日雪に変わってればいいんですけど、どうなんでしょうか。明日も早いのでもう寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。現在時刻が6時20分ぐらいですね。もう少し早く起きたかったんですが、寝すぎてしまいました。現在の車内温度だいたい6度ぐらいですね。電気毛布使いながら寝れば、少しね、顔の周りとかは寒さ感じましたけど、ほとんど寒さ感じず、体はね、暖かく眠ることができました。今シェードを外したんですが、かなりね、窓は結露していますけれども、車内の温度はプラスなので凍結もせずですね、結露のみしているという状態ですね。外は晴れてそうですね。ちょっと外に出てみたいと思います。
外はですね、マイナス気温でした。マイナス3度ぐらいになってますね。うっすらと雪も降ったようです。昨日の夜は雨だったんですけど、夜中もしくは朝方に雪に変わったようですね。昨日やってみたこのアルミシートを挟んでのフロントのシェードですけど、ほとんど結露してないんですよね。なので結構断熱効果ありそうですね。約9時間ぐらいポータブル電源使用したんですが、スマホの充電と電気毛布使用して残り 34% ですね、朝まで持ってくれました。車内の温度一桁なので今マイダンをつけました。時間もないのでパパッと朝ごはんを作っていきたいと思います。朝食ですが、この卵スープを作っていきます。今朝はね、焼きおにぎりを作ろうと思ってたんですけど、ちょっと時間もないので、このようにですね、メスティンの上にアルミホイルを置いて、その上におにぎりを置いて温めています。卵スープ完成しました。めちゃくちゃ簡単です。おにぎりと一緒にね、いただきたいと思います。ご飯食べてる間に朝のコーヒーの準備もしておきます。今朝のコーヒーもこのコップに入れました。朝食食べ終わりました。ごちそうさまでした。炊き込みご飯のおにぎりは中まではね、温まってはいなかったんですけれども、冷めてもすごく美味しかったですね。これから食器類を除菌シートで拭いてですね、歯磨きと着替えを済ませてキロロへ向かいたいと思います。おはようございます。ついに俺も我が家の Vlog に出ちゃう。デビューめっちゃ嬉しいです。で、
スノーボード滑り終わりまして、今車内に戻りました。最後にですね、コーヒーを一杯入れて休憩したいと思います。こちらの龍月のランバジャプレミアムサンドというのを友達からいただきましたので、コーヒーのお供にこちらのお菓子もいただきたいと思います。自宅に帰ってきました。エブリもピカピカになってね、気持ちよかったんですけれども、ここ飛び石が当たって塗装が剥げたみたいですね。せっかくね気持ちよく帰ってきたんですが、かなりショックを受けています。とはいえね、まあ今回の赤井川車中泊旅も最高の旅でした。